まずはファイターズの先発伊藤、札幌ドームのマウンドに上がります。さあ、バファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、この辺り見ていきたいと思います。低めの変化球は決まりません。ボールになります。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている福田。まずはワンアウトを取っています。空振り。次が2球目。いいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。あっという間に2ストライクです。ボールになります。三振。3番バッター中川。2アウトランナーありません。マウンド上伊藤、そしてキャッチャーは宇佐美。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。ボールになります。打ちました。これはどうだ。取りました。一塁アウトで3アウト。バファローズの攻撃。バッターは4番森。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ、里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあ、まインサイド落ちました。これはどうか。取った。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには5番トングヒットでランナーを1塁に置いています。ファウルになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。インコース詰まりました。宇佐美が抑えています。ワンアウト。さあ、一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスにはゴンザレス。まあここはエンドランで来る可能性もあるかもしれませんね。さあ、仕掛けてくるでしょうか。変化球が低めに外れます。見逃し三振。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。最初は変化球できました。ストライクです。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど。変化球空振り。3アウトチェンジ。ランナー出ましたが、バファロー